どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、2024年3月末で、ANA マイルの有効期限切らしてしまう方ね、結構いらっしゃるのではないのかな、なんていうふうに思いますので、今回はね、その対策まとめていきたいなと思います。ということで、ANA マイルのね、延長がずっとね、来ていたわけなんですけども、とうとうですね、ANA マイルのね、有効期限延長のね、あの措置っていうのも、もうね、今年来ないと思いますので、ANA マイルね、 3月末で失効してしまうって方ね、結構いらっしゃるのではないのかな、なんていうふうに思いますので、まあ、英霊マイル自体をですね、そのまま延長することはね、できないんですよね。ですので、まあ、他のものに使っていただいたりとか、まあ、何かね、交換して、えー、ちょっとね、目張りしてしまいますけども、有効期限を延長するとかね、まあ、こういった対策になるわけなんですけども、まあ、ここら辺ね、えー、まとめて紹介していきたいなと思いますので、気になる方、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。 はい。ということで、ANA マイル利用方法をまとめということで、ちょっといい台がね、浮かばなくて申し訳ないところなんですけども、まあ、基本的にはね、ANA マイルっていうのは、えー、特典航空券ね、利用していただくのがね、最もおすすめで、まあ、できればね、こちらで利用していただきたいわけなんですけども、やはりね、今、ネイサーチャージが高かったりですね、またね、まあ、予定等々で利用することができない方で、 有効期限で、ね、迎えてしまうっていう方ね、結構いらっしゃると思うんですよね。で、この ANA マイルっていうのはですね、まあミリオンマイラーとかね、ANA の最上級ステータスであるダイヤモンドとかね、持っていると、こちらね、 有効期限なくなったりするんですけども、まあ私みたいですね、スーパーフライアーズ会員の方であれば、基本的にね、3年間のね、有効期限の中で、まあ使っていかなきゃいけないっていう風になりますんで、有効期限迎える方はですね、まあどれかね、対策を打っていかなきゃいけないということで、ちょっと私の方でですね、まとめさせていただきました。ANA にはですね、ANA モールであったり、ANAA スタイルとかね、ANA がやっているね、ショッピングサイトでも、この ANA マイルね、利用することができるわけなんですけども、まあこちらはね、結構有効 有名ですので、まあ知ってる方はねほとんどだと思いますので、こちらねちょっと割愛させていただきましたけども、これ以外にも A ネイスタイルショッピングだったり A n a モールとかね、まあ、そういったところで利用することもできます。この点は押さえといてください。で、まずですね、一番最初にねあの検討していただきたいのは、まあこれがね一番おすすめっていうふうになります。 こちらね、あの、3月末にね、有効期限を迎えるマイルであっても、先の特典航空券をね、発見しておくっていうことは、え利用することができるっていうふうになりますので、まあ、できればですね、ちょっとネインサーチャージはね、かかってきてしまう国際線の場合ね、かかってきてしまう国内線の場合は、まあ、PFC だけでね、利用することができるっていうふうになりますので、まあ、基本的にはこちらでね、利用していただくのが、まあ、最もおすすめっていうふうになります。まあ、国際線ね、ネインサーチャージちょっと高いので、まあ、利用しづらい部分はございますけども、 の、ね、ビジネスクラスファーストクラスとかでね利用していただくのは 最もね、おすすめっていう風になります。で、先の特典航空券ね、発見することもできるっていうふうになるわけなんですけども、まあ、キャンセルはね、することができないっていうか、まあ、キャンセルするとね、戻ってこないっていう風になりますんで、まあ、基本的に、まあ、先の航空券ね、まあ、利用する予定のある航空券を、まあ、今のうちに発見していただくっていうのがね、まあ、最もおすすめっていう風になるわけなんですけども、まあ、キャンセルはね、できないっていう風になりますんで、まあ、国際線の場合だとね、1年ぐらい有効期限ありますので、その中で変更とかね、 とと思うううんででですすすけどもキャンセルしてしてててままねね戻っっここなないっていい風になりますんでこの点は、ね、ご注意ください次にですね、手段としては、えー、やはりね、スカイコインへの交換ですね。今ね、キャンペーン中ということで、ANA マイルからね、スカイコインに交換していただくと、レートアップでね、交換することができるっていう風になるんですよね。で、このスカイコインになるとね、どうなるかというと、ANA のね、航空券購入するときに利用することができるっていう風になりますし、 ana スカイコインのいいところはですね、国際線でも利用することができるっていうふうになりますんで、ana 便名のものに関してはですね、このスカイコイン利用することができるっていうふうになりますんで、今後ね、修行とか控えている方は、こちらにね、交換しておくっていうのも非常におすすめです。で、こちらのね、キャンペーンについてなんですけども、えー、こちらですね、2020年の3月31日にこちらもね、えー、終わるわけなんですけども、ana スカイコイン交換レートアップキャンペーンということで、私みたいにですね、ana スーパーフライヤーズであったり、ana のゴー ゴールドカードを持っている方でもですね、5万マイル一度に交換していただければですね、1.8倍が適用されて9万スカイコインにね利用することができるっていう風になりますので、このレートアップキャンペーンで、ね、利用していただくっていうのは非常におす,すめです。で、国際線のセールとかでね、まあ、利用していただく、まあこの ANA マイルからスカイコインに交換するとね、交換後ね。 一年間有効期限があるっていう風になりますんで、まあ、こちらでね、次のタイムセールとかでえ、どこかね、利用していただくっていうのがえ非常にね、おすすめっていう風になります。で、このね、ANA のスカイコインなんですけれども、まあ、航空券にしかね、使えないと思いきやですね、こういったね、 日本を旅しよう、ANA トラベラーズのラグジュートラベルっていうね、まあ結構高そうなね、あの見るとね、高そうなホテルばっかりなんですけども、ここでもですね、お支払いに ANA スカイコイン利用可能ってちゃんと記載がありますので、まあこういったところでですね、航空券付きプラン、えー、ゆっくりホテル満喫の旅とかね、優雅の列車の旅とか、ここら辺でもね、利用することができるっていうふうになりますんで、まあここら辺のね、関東のホテルとか見るとですね、結構いい。 ホテルニューオータニであったり、東京ステンショーホテル、コンラット東京とかね、まあこういったところで利用することができるっていうふうになりますんで、ANA のスカイコインがね、このホテルのみでもね、利用することができるっていうことは、ぜひね、覚えておいていただきたいなと思います。もちろんね、ANA のね、ツアーとかではね、利用することが知ってる方多いと思うんですけども、まあホテルのみでもね、利用することができるっていうふうになりますんで、こちらはね、ぜひ覚えておいてください。 それでは次にですね、東急メトロポイントへの交換ですね。こちらもね、結構有名なんですけども、こちらですね、ANA マイルを使うのね、ところにある、東京メトロトゥーミーカード提携ポイントへの交換ということで、1万マイルですね、東京メトロポイント、1万ポイントに交換することができます。こちら、10日で交換することができて、何度交換しても、1万マイル、1万ポイントに交換することができます。 こちらはソラチカルートってね、非常に昔ね、えー、有名だったルートなんですけども、各種ポイントサイトからこの手に交換して、ANA マイルに交換すると90%で交換することができるということで、1万ポイントが9000マイルに、ね、交換することができる、えー、東急メトロポイントのソラチカルートっていうのは、 あったんですよね。まあ、これで非常に有名だったこちらのポイントなんですけれども、今はね、ポイントサイトからこちらのルート通っておりませんので、まあ、このソラチカルートってのは利用することができないんですけれども、今もね、ANA マイルをポイントに交換して、 で、それでまた ANA マイルに交換していただくっていうことをすると、えー、3年間ね、えー、全部で5年間ぐらいなのかな、この東急メトロポイントっていうのが交換した年の翌年の末だったかな、えー、ちょっとそこはね、確認していただきたいんですけれども、だいたい2年間ぐらいのね、有効期限なんですけれども、こちらで2年間で ANA マイルに交換すると、またさらに3年間ということで、全部で5年間ぐらいね、稼げるっていう風になりますので、ANA マイルからメトロポイントは10日なんですけれども、東急メトロポイントからマイルに する時にえ90%っていうふうになりますので1万ポイントが9000マイルでねえ交換っていうふうになりますのでちょっとね下がってはしまうんですけれどもまあこちらをね利用していただくと有効期限ね延長して利用することができるっていうふうになりますんで今からねカード発行しても間に合わないので今後ね来年の有効期限ねあの迎えるマイルでもう使い道ないよって思っている方はこのね空地下カードね もしくはソラチカゴールドカードがあると、このルートね、利用することができるっていうふうになりますんで、こちらはね、ぜひ覚えておいていただきたいなと思います。基本的に私がね、ANMI の有効期限、えー、切れそうでどうにか方法ないですかって聞かれると、こちらをね、お勧めさせていただいておりますかね。このソラチカカード あの、一般カードの場合はね、初年度無料で2年目以降もね、スマリボ使えば800円ちょっとぐらいだったかな。まあ、それでなくても2000ぐらいの年会費でね、あの、維持することができて、またね、あの、スマリボ利用すれば800円ぐらいで毎年1000マイルもらえたりしますんで、まあ、このカードもね、持っといて損ではないのかな、なんていうふうに思うんですけども、やはりこのルートはね、あの、ANA マイルを執行させるってなった時に、まあ、救済するね、一番のいい方法っていうふうになりますんで、まあ、これがね、結構おすすめですかね。まあ、こちらね、 90%っていう風になりますんで、a n m マ l ルっていうのはですね、こちら先ほどのね、あの、こちらの表にね、ある通り、他のポイントにもね、いろいろ交換することができるんですけども、この各種ポイントっていうのはですね、 2回目まではね、あの、10日で交換できるんですよね。ですので、1万マイルあれば、1万ポイントに T ポイント、楽天ポイント、7個ポイント、マリオットポイント、現金化もそうなんですけども、こちら全部ね、2万ポイントまでは10日でできるんですけども、3万ポイント以降はですね、 一万マイル五千ポイントになってしまいますので、かなりね、目、え、張、ー、りする、まあ半分になってしまうというふうになりますので、まあしてね、逃げ、逃がすことができないのと、やはりマイルをね、あの一万ポイントっていうのはちょっともったいないので、まあ現金化もね、することは一応できるわけなんですけれども、やはり東急メートルポイントはね、あの、何ポイントまででもですね、交換することができますので、 こちらはね、やっぱりその点がね、強いポイントですよね。で、このね、T ポイント、楽天ポイント、7個ポイント、マリオットポイントっていうのは、普通にね、あの、ANMI のサイトで交換していただければなと思うんですけども、この現金化っていうのはですね、こちら一覧がね、あると思いますけども、この中にですね、JR スゴカっていうね、こちらがありますよね。 こちらのクレジットカードはね、JQ スゴか ANA っていうカードがあると、ANA マイルから JR キューポに交換することができるんですよね。そうすると、JR キューポからえポンタポイントにね、交換することができるっていう風になりますので、JR キューポから、まあ、ポンタポイントでえ毎月2万、 ま、2万ポイント、a u p ンチャージしていただければ、自動支払い出金でね、現金化することもできますし、JR キューポからね、G ポイント経由とかでも少しね、パーセンテージ減ると思うんですけども、ま、現金化することができるっていうふうになりますんで、ま、100%で交換したいんだったら、え、JR キューポからポンタ、 で、え、いう、自分銀行で自動支払い出金でね、あの、出金していただければ200、え、に、え、セ0 0でね、あの、出金することができるっていうふうになりますんで、まあ一応、現金化もね、することができるっていうふうになります。で、またね、マリオットポイントにもね、交換することができるようになりましたので、2万マイル、2万ポイントまでしかね、交換することができないので、元手で,でね、何ポイントかマリオットポイントをね、保有していればですね、まあ二万五千ポイントぐらいでですね、まあ海外のホテルとかね、だったら使う 買える場所あるかなっていうところで、まあ、マリオットポイントもね交換していただくのもねいいのではないのかななんていうふうに思うんですけども、まあ、どのポイントもですね、すべてね3万マイルから、えー、5000ポイントに変わってしまうっていうふうになりますんで、まあ2万マイル逃げ道としてはですねこちらはねまあいいのかなっていうところで、えー、ぜひね覚えておいていただければなっていう感じですね。で次に ANA ペイのチャージですね。ANA マイルっていうのはですね1マイル1 ANA Pay にチャージすることができて、1回 1, 1マイルから1万マイル、1日の上限が1万マイル、1ヶ月で5万マイルまでね、チャージすることができるっていうふうになります。でえ、冒頭にもね、言った通り、ANA スタイルとか ANA モールとかね、まぁ、あ、今回話をしなかったのは、ま ANA、あ、Pay にチャージしちゃえばいいじゃんということで、ま ANA、あ、Pay にチャージしていただければですね、今ね、ANA Pay って、 え、コンビニでも利用することができますし、ビザタッチもできますしね、え、いろんなところで利用することができますし、まあ私のね、動画で結構紹介させていただいておりますけども、このね、 ANA Pay にね、チャージした残高っていうのは、楽天デ d ね、持っていればですね、楽天キャッシュに出して、楽天キャッシュからね、投資イン購入することもできますし、楽天ペイで利用していただいてもいいですし、楽天ペイ請求書バレーで税金払っていただいてもね、OK っていう風になりますんで、まあ、Android の方限定にはなりますけども、こういったルートもね、通っているっていう風になりますんで、まあ、そのままね、利用していただいて、 a n a でね、でね、しゃらっていただいてもいいですし、こちらでね、ルート組んでいただければ、えー、当信宅ね、購入することができるっていうふうになりますんで、a n p ペにね、チャージしていただくっていうのはですね、結構いいのではないのかなと思います。私も、 有効期限で、ね、迎えそうになったらですね、とりあえず a n a p にチャージしておこうかなっていうところで、まあ現金化するか、まあ何かに使うかっていうのはね、考えていきたいななんていうふうに思うわけなんですけども、まあ冒頭にもね、言っている通り、まあ一番おすすめしたいのは、まあ特典航空券ね、利用していただくのがね、一番いい。もしくはスカイコインに交換していただいて、航空券の購入にね、果てていただくか、まあホテル利用していただくかね、ここら辺がね、おすすめになるわけなんですけども、まあ有効期限ね、2 0 2十年3月末で迎えそうな方は、 ま、ここら辺からね、どれか一個ね、選んで利用ね、してみていただければなと思います。まあ、数でもね、この ANAP にチャージしていただければ、利用することができるっていう風になりますし、これは本当にいいですよね。私もね、本当に、あの、まだマイラーになる前ですね、中途半端なマイルね、どうしようかなみたいな感じで、ま、ちょっとニューヨークに行った時に確か溜まったマイルだったと思うんですけれども、本当にね、あの、使い道がなすぎてね、普通にジュースセットとかにね、交換した覚えが、 もう10年以上前ですけども、えー、ありましたので、やはりね、1マイル1円で利用することができるっていうのはですね、分かりやすくてね、簡単、明瞭でいいですよね。はい、ということで、今回ですね、a l m i l ね、2020年3月末で有効期限迎える方、中にはね、いらっしゃるかと思いますので、解説ね、させていただいたわけなんですけども、 是非ね、執行するぐらいだったらですね、ANAPay にチャージしていただければ、まあ利用することができるっていうふうになりますし、まあスカイコインに交換しておいてね、またその後でね、セールとかに利用していただくのもね、いいのかななんていうふうに思いますので、本当にね、あの、そのまま有効期限迎える、そのまま執行するっていうことがないようにですね、是非ね、利用していただければなと思います。これと合わせてですね、もうスカイコインね、去年にしてる方、 えー、3月31日で有効期限きます。またね、アップグレードポイント。こちらは、えー、上級会員の人しかね、持ってないポイントなんですけれども、アップグレードポイントに関してもですね、ぜひね、執行させずに、ANA スカイコインね、交換することができるっていうふうになりますんで、こちらも忘れずにね、利用しておいていただければなと。 思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画役にくった,た方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント、最近ね、LINE 公式アカウントで PP 診断、マイル診断、マイルクレカ診断、ポイントサイト診断ね、えこちらから無料で利用することができますので、ぜひね、チェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ